ソーセージ、人参、ネギのクリーミーなカトッフェルズッペカトッフェル、ズッペ、カートフェレソプ、オーストリアと南ドイツの一部ではエルドエッフェルズッペもしくはグリムベーレズッペとも言う。は、伝統的なドイツ料理とオーストリア料理のジャガイモのスープである。それらの主成分は当然ジャガイモになる。かなり煮込んでジャガイモが煮崩れしている場合はアイントプフと呼ばれる。 様々な調理法があり、地域によってもかなり異なっている。ジャガイモは塩水、または肉汁で、場合によっては、人参、セロリ、玉ねぎなどの他の野菜と一緒に調理される。旬の野菜をメインに使用。調理の手順に応じて、ポテトは皮を剥くか、ポテトマッシャーで潰す。レシピによっては、カリカリに焼いたベーコン、または揚げた玉ねぎと新鮮なパセリが、 スープに追加されることがある。スパイスには様々なハーブやパプリカや胡椒が使われている。カトフフェルズッペにはしばしばソーセージ、ウィンナーソーセージ、ミートボール、ソーセージ、レーバーソーセージ、ブラッドソーセージ、ヤークトブルストや他の肉や肉の加工品が入れられる。パンやロールパンのスライスが添え物として出されることが多く、スープの中に入れて煮込まれることもある。 ラインラントのソーセージ入りのカトフェルズッペ北ドイツではカトフェルズッペは地域によって若干の違いはあるものの家庭料理の標準的なメニューの一つになっている。とりわけ有名なのはメクレンブルクの名物トフフェルアンプラムまた他の野菜と菜の目に切ったカッセラーナッケンまたはベーコン焼いたプルーンから準備されるトゥフテンアンプラムまたはメクレンブルクカトフェルズッペは よく知られている。これは、しばしば、メクレンブルクとシュレスビヒホルシュタイン州の名物料理で、塩漬け肉と、スパイシーなジャガイモの支柱に甘いデザートを添えて、提供される。バーデン地方、特に、中部、南部バーデンとでミドルアッパーライン側特に、カールスルーエでは、カトフフェルズッペは、プラムの収穫時期には、プラムケーキを添えて供され、これが、地域の名物になっている。 プファルツ州とザールラント州でも伝統的なカトフェルズッペと西洋用スモモのケーキまたはカトフェルズッペと蒸し麺が食べられる。シュバーベンの一部ではポテトスープと一緒にリンゴのフリッターを食べる。西プファルツとラインヘッセンの一部の地域ではカトフェルズッペの変種がザウアーブリューとも呼ばれている。玉ねぎとニンニクと一緒に簡単にローストしたジャガイモを 透き通った豚のブイヨンの中で弱火で煮込んだものである。このタイプのカトフフェルズッペは、ポルトガル料理のカルドベルデに当たると言ってもいい。このクリーミーなスープは素味をつけて、ブラッドソーセージとレバーソーセージに、キャベツや、各種アオナが入り、オリーブオイルで味付けをしている。エルドエフフェルもグリムベーレもジャガイモのこと、カッセラーとも言う。19世紀に、 ベルリンの肉やカッセルの考え出したスモークした豚のベーコン。地名のカッセルとは無関係。チューピッシュノルトドイチェクチェースオーダーザウェルハウトセイクカートフフルン。NDR でノルディドイチアルントフンク27マーチ20172017 2017年4月26日。閲覧。ありがとうございます。